どうも、マニです。どうも、岐阜県民です。はい、というわけで岐阜県在住の肉食業マニアのイグル君のお宅に今回お邪魔させていただいております。お願いします、はい、お願いします。あのね、この後ろに見えてるこれが倉庫になってまして、3メーター、4メーターぐらいあるよ。4メーターくらいですね。4メーターぐらいの倉庫が庭にあって、岐阜のクソど田舎なんでね、土地が余ってるのかもしれないですけどね。でここで温室にして魚をね、大量の肉食魚、巨大魚を飼ってるというね、とんだイカレ野郎ですよ。ここはエアコンで一括管理で20何分にしてると、あと冬場の寒い時だけヒーター入れるって感じで、夏はエアコンだけで、この中の魚を見せてもらうと同時に餌やりも今回ね、見させていただけるということで、早速見ていきましょう。まず中に入ってすぐここに150水槽150の900です。あ、奥行き900あるんだ、いいね。あ、すげえ奥行きあるわ。ここでガーが4匹いいな、もう飼えない生き物、ガーパイクですよ。これそれぞれ何種類を、あれ奥のがトロマンで、こっちにいるのが普通のトロジャン、うん、これがショートスポカで、あれはグアマテラのトロジャンです。ずいぶん白いなこいつね。そうですね、黒くしても全然スポットが出てこない。でこっちにもガーがいて、スポガーとこっちがアリゲーターガーとロングノーズガーとショートノーズガーみたいなハイブリッドです。そんなんいるんだ。で下にターポン。ターポン、ターポンね、この鏡のようにきらめく鱗がね、まことに美しいんだけど、ちょっとこっち見せろよ、尻尾ばっか見せてね。あー、これすごいでしょ、これギラギラだよね、はい、銀ギラ銀にさりげなく。オランティックの方がヒレがでかいです。パシフィックの方だっけ、ウタムスタン。そうですね、石垣のスタンは。え、こっち、はい、こちらの、ね、パシフィックターポンはね、あの俺の動画にもたびたび出てくる最終仲間のウータム君が石垣島で釣ったやつなんですよね。ターポンいいよな、マジ。この鱗のギラギラ、うら、ギラーっていいね、うまそう。で、こっちの水槽が外来種詰め合わせです。沖縄で採集した外来種。あとこいつはリギーですよ。外来種。へぇ、コンビクトシクリットだよな。あ、白いのは、白いのもコンビクトです。あ、そうなんだ。で、奥の方に沖縄で捕まえてきたあのクララもね、いるんですよね。でイグルはね、なんとこの沖縄で、ね、増えた外来魚をね、捕まえてきて、飼いたい人にあの販売というのをね、してるらしくて、まあ、クララと、あとコンビクトシクリットと巨大な沖縄のプレコ、あとソードテールとかもね、販売してるらしいんで、ぜひ興味のある方はイグルのツイッターを貼っときますんで、そこから連絡して買ってみてください。そうやってね、まあ、定着着ね、外来魚もね、魚が悪いわけじゃないんで、飼いたいって人がいたら持ち帰って飼うってのはね、全然ありだと思います。外来種駆除にもあって一石二鳥で、こちらがプール。まあ、あれでしょ、普通に子供とかが入る、いや、これ大人も入れる。そうですね、プールを普通に室内に置いて魚を飼ってるという、なんかもうアホが考えた魚の飼い方みたいなやってますけども、ここに入ってるのは、こいつがバラマンディです。バラマンディで、向こうがレルテルキャットだよね。これ実は捕まえてたんでしょ。そうですよ、金魚で、金魚で逃がしたバカ野郎がいたわけですな。よくわかんないけど、奥の方にはタイガーシャベルとタイムスティックスとジップロースネークレット。へぇ、このプールのサイズはいくつなの。縦が2200、横が1500。
めちゃめちゃでかいね。そのサイズの水槽って置けないもんね、普通ね。そうですね。プールで熱帯魚もあるじゃない、レッドテールキャットとかって、なんか上から見てもさ結構いいよね。そうですね、レッドテールキャットとかヒラルクとかそっちの方がプールいいと思います。普通にやってたらレッドテールキャットとかタイガーシャベルノンキャットとか180水槽でもちょっと狭いかなってぐらいなんで、プールで飼うっても全然ありかなと思いますね。しかもこのプールめっちゃ安いんですよ。めっちゃ安いです。なんかコストコで1万円とかそんぐらいで売ってるとかで。そうです、アマゾンでも1万円。へえ、いやこれめっちゃいいね。どうしても大型魚飼いたいっていう人はね、これいいと思いますよ。普段はちゃんとね蓋をしてるらしいんでね、今回特別にちょっと開けてもらってるんですけども、これでろ過装置はあれ自作で、自作です。あそこのポンプからこう水あげて、あそこのコンテナボックスに垂らしてって感じか。水替えは週1とか？水替えは、まあ汚れてきたら。どうやんのこれ水替え。水替えも、あのろ過装のポンプ外して、直接ホースに繋いで外にビャーっと。なるほどね、楽ちんだ。まだもっと大きくなっても全然しばらく優勝だね。そうですね。何やらキビナゴ金の部分釣り始めましたが、おお、かわいい。おお、食べた。かわいいな。おお、一気に一気に行った。狙い定めてからの速さがすげえ。おお、食べた。食いつきいいね。かわいいね。おお、こっちがハイ魚のプロトプテルスアンフィビウス。はい、こんなもん買ってんだね。これチビザリガニの放火。おお、反応が早い。あ、もう一瞬じゃん。一瞬にして食べた。食欲旺盛だね。もぐもぐしてる。もぐもぐしてます。全然こいつと誰かにもコーラも。めっちゃもぐもぐするね。かわよ、めっちゃいいっすよ。いや、はいよ、俺も買いたいんだよな。はい、というわけでこのクソ肉食マニアのイグルーのお宅でいろいろと、もうあのおかしい飼育設備を見させてもらいました。ありがとうございました。次の動画はイグルくんが飼育しようと思って購入して、死んで届いてしまったピラルクをさばいて食べようという動画でございます。また見てください。
やすごい飼育設備でしたね。なかなかできるもんじゃないっす。だからね、レッドテールキャットとかね、よくその辺で売られてますけれども、1メートル超えまで成長する生き物なんでね、あのぐらいの設備が必要になるんですよね。